はい、皆さんこんにちは、さすらいのアキンドです。ずっと待ってました。こちらのですね、新しいですね、スターウォーズビークルモデルですね、ブロッケードランナーですね、ブロッケードランナーが今日発売になったので、早速ですね、我慢できずに買ってしまいました。スターウォーズビークルモデル014、14番目ですね、ブロッケードランナーですね。箱の方を見ていきたいと思います。箱の側面はこんな感じですね。シールが付属して、こういった形でシールを貼るっていうのと、あとは台座付きですね。ベースが付いています。そしていつものネームプレートですね。台座にネームプレートとして貼れる部分がこちらにあるので、これもまたネームプレートとして使っていきたいと思います。ブロッケードランナーについてのですね、説明文が書いてますね。ブロッケードランナー、ベイル・オーガーナおよびその幼女プリンセス・レイヤ、レイヤ姫のことですね。プリンセス・レイヤは銀河元老院のコンで、そして反乱同盟の秘密任務でこのオルディンクルーザーを使用した。レイヤはタンディブ砲を飛ばして慈善事業に従事し、彼女はそれで名を馳せたが、帝国は彼女が反乱活動の隠れ蓑にこれを利用しているのではないかと勘ぐっていた、バレてたんですね。デススター設計図に関する反乱軍の通信を受け取ったタンニブ4はダース・ベイダーの追撃を受け、そうですね、確かローグワンはそうですね、ローグワンはこの船でですね、レイヤ姫がデススターのですね、設計図を受け取るというシーンが確かあったと思います。タトゥインの軌道上で動きを封じられてしまう。タトゥインの上空でこれが多分スターデストロイヤーにですね、なんかレーザーかなんかで捕まってしまうところから、スターウォーズの一番最初の話ですね、エピソード4になると思うんですけども、がスタートしたんじゃないかなと思う、あの思い出の機体ですね。かっこいいですね、ブロッケードランナーですね。よく似たやつに、ハンマーヘッド、ここはちょっとですね、サメのハンマーヘッドみたいに、シャークヘッドみたいになってるやつもあって、それが、まあ、ローグワンでですね、スターデストロイヤーに突っ込んで、ゲートをですね、見事破壊するっていうシーンがあったんですけども、それによく似た機体なんですけども、それよりもですね、ちょっと、顔ってか監視の部分が平べったくて、エンジンがいっぱいついてる感じですね。これかっこいいですね。こちら非常に気になってたプラモデルなんで、発売になった日に買っちゃいました。それでは開封していきたいと思います。はい、それでは我慢できずに箱の中見ていきたいと思います。まあ、このベルト切りましょうね。ベルト切っちゃいます。帯は切って、それでは中身はどんな感じなんでしょうね。箱で結構大きいです。ビークルモデルでも結構大型モデルの方に入るんじゃないですかね。箱は、こんな感じでですね、他のビークルモデルに比べてもですね、大きい感じですね。大きいです。じゃあ見ていきますね。中身ドン、ジュン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 。あ、やっぱりインストは、箱の内側にですね、インストは箱の内側に、ありますね。組み立て説明書は相変わらず、ビークルモデルの特徴は箱の内側で、パーツはまあ少なそうですね。こんな感じです。で、中身ですね、キットの中身見ていきましょう。あ、ちょっとベージュ色の成型色ですね。ちょっと開けていきますね。ガシガシって分かりにくいんで開けちゃいますね。はい、まずですね、これベースのパーツ、いつものやつですね。全く同じ形なのかな、ベースパーツですね。そしてシールですね、ビークルモデルらしいシールですね。ちょっとつや消しになっているですね、ビークルモデルっぽいですね、赤いシールですね。赤いラインが特徴の機体ですね。赤いシールがついています。結構際で切ってあるんで、シール白とかはなさそうですね。で、まず本体のパーツですね。これ本体のパーツがランナー2枚ですね。ビークルモデルにしては結構大きめの、クリーム色ですね。色としてはクリーム色っぽいのかな。ランナーが2枚ですね、入っています。で、ちょっと細かく見ていきたいと思いますけれども、どうでしょう。あ、そうですね、相変わらずですね、ビークルモデルこの辺とかも凄まじく細かいですね。ディティールが、お分かりでしょうか。ビークルモデルの特徴のですね、このスターウォーズの細かいディティールがですね、もうかなり細かいモールドとしてですね、もう入っちゃってますね。すごいですね。これは墨入れしがいがありそうですね。この辺のパーツも、パーツの点差少ないんですけども、この一個一個のですね、このパーツの作り込みっつうのか、そのこのディティールの細かさですね。この辺がビークルモデルの凄まじいところだと思うんですけども、かなりですね、細かいですね。モールドがこれでもかっちゅうぐらい入ってますね。ですね、パーツはまあパーツ構成としてはまあ比較的単純な感じですね。後ろこんな感じですね。おお、ここがですね、
一体になってますね。この、まあ、一番特徴的なのはこのエンジンノズルだと思うんですけども、合わせになってるところもあるけれども、ここは一体化しちゃってるところが多いですね。この一体化しちゃってるところが多いですねと僕が言ってるのはですね、何を意味してるんでしょうかねって感じなんですけども、合わせになってなくて、まあ、合わせ目が出なくても非常にいいんですけども、このエンジンのですね、ノズルの内側のところですね、この辺もですね、細かいですね。どうやって入れてるんでしょうね。こうディティールが入ってますね。お分かりですかね。こう、あ、分かるかな。このですね、このノズルのここですね、こんなところにもですね、細かいディティールが入ってるんですけれども、これはもうここ完全に一体化してますね。このパーツは一体化してて、ここが合わさってるといいなと思ってたんですけども、もう完全にこの辺一体化してますね。こっちのパーツですね。でこっちのパーツも機体上部ですね。これもまたまあ細かいディティール、お分かりですかね。細かいディティールが入ってますね。この辺は墨入れすると綺麗にシルエットが出るんでしょうね。そして、レーザー砲ですね。レーザー砲ですね。そして気になるやっぱりエンジン部分ですね。この機体はもうほとんどエンジンでできてますね。このエンジンでできてるんで、かなりですね、速力を誇ってたんじゃないかなと思うんですけども、機体全体のですね、割合に対してですね、まあエンジンでかいですね。半分エンジンですね、この船。ほとんど推進機でできてるって感じですね。まあ、この辺は、まあ、なんかいい感じにこう合わせてるんですけども、これなんかもう完全にですね、パーツ一体化ですね。これ完全にエンジンパーツがもう一つの、あ、いけるか。ここちょっと後ろ空いてますね。これ何を言ってるのか分かる方には分かると思うんですけども、これはいけるのかな、何を言ってるんでしょうね。私は分かる人には分かると思いますけども、こんな感じですね。すごいディティールですね。こう見ていただいたら分かりますかね、カメラの感じで。分かるかなと思うんですけども、さすがですね、ビークルモデルですね。かなりの、細かいディティールとですね、まあ、合わせ目とかがですね、出ない感じの、造作になっていて、この特徴的なですね、後ろのエンジンノズルですね、これがですね、綺麗に造形されている感じですね。これも多分組み立てはあっちゅう間だと思うんで、せっかくなんで仮組みまで行きたいと思います。はい、それではですね、箱の内側にですね、インストがありますんで、こちらを見ながらですね、回し回し組んでいきたいと思います。パーツは少なめですね。この辺ですね、ちょっと、倍速でいきたいと思います。
い、途中まで組み立ててこんな感じです。これですね、この頭の部分ですね、頭の部分もなんかやっぱり相変わらずですね、こうパズルのような組み合わせでこの頭の部分が出来上がってるんですけども、パーツのですね、この組み合わせの構成が不自然じゃないようになってますね。すごいです。そして、私が恐ろしいと思ったのはここですね。ここ見えますかね、このエンジンのですね、このノズルのですね、この周りにあるこの細かいスリットですね、どうやって成形してるんかなと思いますけども、こういったスリットがですね、細かくですね、ディティールとして入ってるんですね。すごいですね、凄まじいですね。ビークルモデルなんか、番号が進むほどに恐ろしく精密になっていく感じがしますけども、これがこの大きさのプラモデルで再現されてるんだから恐ろしいですね。バンダイさん恐ろしいです。見えますでしょうか、こんな感じにスリット、ノズルに細かいスリットも入ってます。はい、ちょっとやばかったです。ですね、このですね、中のこのパーツなんですけども、このパーツに本当は側面パーツをはめなきゃいけなかったんですけども、それをですね、はめずにですね、どんどん組み立てていってですね、途中で気がついたんですけども、はまりがですね、あまりにもぴったりはまりすぎて、もうパズルのようになってて、インストをですね、ちゃんと見ないとですね、もうバラせないっていう状態になってました。まあ、それだけ、まあ、きっちりはまっていくプラモデルだなっていう感じなんですけども、私おっちょこちょいなんで、まあ、ダボとかですね、切りながらはめてたんで一応バラせてたんですけども、皆さんはちゃんと、設計図を見ながら組んだ方がいいと思います。一回組むとですね、きちっとはまりすぎてバラせないっていうことになりますんで、私はちょっとミスしちゃいましたけども、皆さんはきちっと、説明書を見て組まれた方がいいと思います。はい、ということでですね、実はですね、もう一個パーツのはめ忘れがあってですね、またバラしてしまったんですけれども、一応ですね、こちらでちょっとはめ甘いとこあるんですけども、仮組みが完成しました。すごいディティールですよ、これ。すごいディティールだと思います。ちょっと真っ白飛びしちゃうかもしれないんで、分かりにくいかもしれないんですけども、これですね、細かいですよね。結構、そして大きいキットですね、結構大きいキットだと思います。スターウォーズビークルモデルの中では結構大きめのキットですね、大型のキットだと思います。エンジン部分のですね、この密度感がすごいですよね。分かりますかね、このエンジンノズルのこの集合体ですね、この感じお分かりでしょうかね。このディティールですね、この細部のディティール、これは墨入れするとかっこいいだろうなと思うような感じのディティールですね。パーツの組み合わせでこういった造形が、再現されています。すごいですね。これで仮組み状態ですからね、すごいキットだと思います。はい、ということで今回はですね、新発売になったスターウォーズビークルモデルですね、ブロッケードランナーですね、仮組みしてみました。どんどんすごくなってますね、バンダイさんのビークルモデル、そしてスターウォーズの有名なこの機体ですね、レイヤー姫が乗っていたこの有名な機体が発売になったのでとっても嬉しいです。できたらですね、ハンマーヘッドタイプのやつも出してほしいなと思いますけれども、これは年末にぜひ作ってみたいプラモデルだと思います。気軽に組めますんでね。次回はですね、これをですね、ちょっとまあ塗装していきたいと思いますけれども、今後ですね、ちょっとどうするかはちょっと考えていきたいと思いますけれども、次回ですね、ちょっと塗装していきたいと思いますので、またよろしかったら動画の方を見てやってください。それではさすらいのあきんどでした。またお会いしましょう。